こんにちは、アジアのコジです。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日のお題はご質問ですね。仮想通貨についてはどうか。質問の2つ目、投資信託を早めに売ってコインに変えた方が良いですか。3つ目、死後の世界はどのようにお考えですか。ということで3つのご質問についてお答えをしていきます。コインのことはちょっとだけ出てきますね。で、1つ目、仮想通貨についてはどうかということで、最近あのドル連動型のルナコインっていうんですかね、いきなり1日で時価総額4兆円とか5兆円分が吹き飛んでしまって消えてしまったということがありました。で、もともと仮想通貨の成り立ちですけど、例えば海外送金が早いとか手数料が安いとかですね、あとは中央集権ではないと、要は国とかが管理していないとか、匿名性とかがポイントだったと思うんですが、これらの今挙げたことが全部なくなってしまっていると。で、基本的に私はもうほぼほぼ全て詐欺だと思ってます。 99.9% ぐらい詐欺で、胴元、取引所とか発行者ですね、そのコインの発行者が儲かる仕組みになっていると。で、まあこれ金の ETF とかも全く一緒で、金の担保があるという名のもとに、まあ、紙上、デジタル上の取引だけで手数料が儲かるというビジネスモデルです。なので、この仮想通貨というのは基本的に数字上のデジタル上の取引で儲かる仕組みになっているので、まあ、非常に危ういと。まあ、さっきの5兆円だか4兆円がなくなってしまったのも、下手をすると胴元側ですね、コインの発行者が仕掛けていて、5兆円吹き飛ばして自分たちが利益を持っていて、そのコインを持っていた人たちが全て飛んでしまったと、0円になってしまったということがあります。で、先ほど挙げたその海外送金とかスピード、手数料の安さとか匿名性とかが、まあ、今回ロシア・ウクライナ戦争でロシア側がそれをよく使っていると、仮想通貨を使っているようなことがあり、さらに国の規制が入ったということで、ほとんどもうメリットがないと、値上がりしないし、いつ抑えられてしまうかもわからないと、盗まれてしまう可能性も非常に高く、さっきのようにイカサマでいきなり自分の仮想通貨が0円になってしまう可能性もあるというふうに、なりました。で、まあこれドル連動型とかユーロ連動型とか、円連動型とかの仮想通貨があると思うんですが、まあ、いずれも危ういというふうに私は思ってます。で、別にそのドルとか円とかに連動させるんだったら、本当にドルとか円を持っていればいいだけで、今の銀行システム堅牢なんですね、盗まれたりしない堅牢なシステムを使っている方がよほどマシという感じです。2つ目、投資信託を早めに売ってコインに変えた方が良いですかということで、まあ、これなぜ始めたのか、どう出口出るつもりなのか、で、そもそも何の投資信託なのか、で、何をしたいのかということが全て書いてないのでお答えのしようがないというのが、結論です。で、まあ、これ仮にアメリカ株の連動の投資信託だというふうにしたときに、まあ、そうするとドルと連動してるんで、ドルの値上がりによって、価値を増すっていうこともありますし、アメリカの株が上がれば上がるっていうこともあるので、まあ、これが一体、まあ、なぜ始めたのかっていうのが最も大事で、まあ、多分このご質問のパターンだとお金のために始めたっていうことだと思うんですが、お金を増やすんであれば今の入り口出口のとこをきっちり見といた方がいいかなという感じです。で、投資信託の一番のデメリットは、自分がコントロールできないと、アウトオブコントロールの世界なんですね。で、さっきの仮想通貨も一緒ですね。国がコントロールし始めてしまったり、胴元がコントロールし始めたりするので、自分が一切コントロールできないっていうのがこの投資信託の、最も弱いところだというふうに思います。じゃあ、かたやコインにしたときに、じゃあこれはどのコインを買うかと、いくらで買うかと、で、いくらで売るかと、いつ売るかみたいなのがついてくるんですが、コインの世界はもう世界で1枚しかないコインとかも、たくさんあり、それを買っておけば誰かにその相場を崩されるようなことは基本的にないんですね。で、まあ全体感の中で、その国の
アンティークコインが売られてしまうみたいな、まあ、今だとロシアみたいな感じだと思うんですけど、そのようなことがあれば全体感に波及されますけど、個別で自分でセレクトしていけばあまり全体感に左右されないと、特にアンティークコインですね、というふうに思うので、まあ、このご質問の答えは、まあ、あとはいくら持ってるのかっていうのもあるんですけど、目的に対してリターンを得やすいのがどっちかを考えて、その上で参入するかしないかを決めればいいというふうに思います。質問の3つ目、もはやもう謎の世界ですね。死後の世界はどのようにお考えですかということで、死後は全部スピリット、霊体になります。肉体が抜け落ちても人間は死なないです。本体は死なないと。霊体があると。ただし、今の地球のルールだと、死んだ瞬間かいつかわかんないですけど、記憶をなくして同じこの地球に転生してしまうというルールになっていると。転生してしまう理由は、まあ、カルマがあるので、それを解消するために転生してしまうと。で、一般的な、これ全然一般的じゃないんですか、一般的な星たちは自分で転生するか否かを選べる、もしくはスピリットとして生きる星があると。肉体をまとわなくていいってことですね。あとは借り物の肉体を使って行動することができるみたいになってます。なので、この地球は生まれ変わってしまって記憶を失っているので立ちが悪いと。過去の記憶があれば根性ですね、この転生で失敗しないように、あ、昔ああいうことがあって失敗したから、この転生で非常に人に優しくしようとか役に立とうとかなるんですけど、全て忘れて新しい両親のもとに生まれ、学校とか行くと、リセットされた状態で始まるので大変という感じです。で、まあ、今回の転生は本当に特別大ボーナスチャンスです。もう大ボーナスチャンスなので、ここを私がよく言うトラップを避けてですね、さまざまなトラップが、今仕掛けられているので、これ全て避けて生き続けて、これどう変わっていくのを見た方がいいというふうに思います。で、まあ、死後の世界の話なんで、死後の世界は肉体がないから楽ちんなんですね、まあ、死ぬっていう感覚がないと、腹も減らないしという感じです。なので、ただ楽ちんなんですけど、強烈な体験ができないと。美味しいとかまずいとか苦いとか痛いとか、いろんな体験ですね、気持ちいいとかって。で、これができないから転生してるわけなので、この両天秤に見て非常に楽でつまらない世界に生きるか、まあ、しんどいけど味わい深い世界に生きるかという感じです。で、余談で言うと、この世界はこう映画のスクリーンみたいに自分の目の前に景色とか人とかいろんなものが展開されるシステムになっています。で、これ何が展開されるかは基本的に自分のこの観念ですね。私は金持ちであるっていう人は金持ちという世界が展開されて、私は仕事ができないっていうと私が仕事ができないっていう世界が展開されるようになってます。なので、ちなみにこれ死ぬとですね、そのスクリーンを超えることができる。で、スクリーンの向こう側からスクリーンの裏を見て相手ですね、そのスクリーンを出してる相手を見ることができるようになり、そうするとこの人のどの観点がこのスクリーンに出てるかっていうことが分かるようになるんですね。なので、この死後の世界、私は生きながら死んでるんで、死後の世界になると向こうからリーディングした時に実際に何が起きてるかということが手に取るように分かる。この人の言動は今何を言ってるから、このスクリーンを出したがってるっていうことが分かるので、まあ、このようにですね、つまんなくはなるけど、まあ、今肉体あるんで、肉体の経験もできながらいろんなことが分かるようになるので、ぜひここを目指してやっていくのはいいかなという感じです。そろそろまとめですね。質問もバラバラです。仮想通貨についてはその中央集権になってしまったと、あと空売りとかしたい放題ファンドとかにも組み込まれてしまったので、基本的には金 ETF みたいな仲間入りをしてしまったと。なので、どうもと
金融支配者によって好きなようにいじられてしまうので、それに裏をかいくぐってお金を稼げるんであれば仮想通貨をやればよし、もう金融支配者にあるがままにやられてしまうのであれば、撤退するのがいいかなという感じです。2つ目、投資信託を早めに売ってコインに変えた方が良いですかということなんで、まあ、これは投資信託のメリットは何も自分はしなくていいと、考えなくていいと、一回買ってしまえば何もしなくていいんで、それを良しとするか、コインを買うときに非常に考えて参入するかでリターンが変わるという感じです。3番目の死後の世界は難しいんですけど、とにかくこの転生は頑張って生き抜けと。で、いろんな人がいろんなことで死んでいってしまうと、亡くなってしまったとしても気にするなと。もう設定されてるんで、プログラムされてるんで、その人はもうここでリタイアすると決まってるので、リタイアしたら痛みのない素晴らしい世界に行ってるので、気にせずに送ってあげればというふうに思います。本日の動画がためになった、面白かったという人はぜひいいね、高評価をつけていただければと思います。あとコメント欄、ご質問いただければできる限り動画にして答えますので、ぜひコメント欄にご質問いただければと思います。あとこちらにチャンネル登録、赤い字で書いてます、チャンネル登録のボタンがあります。基本的にはコインの話、投資の話、経済の話、陰謀論から精神論、心理の世界まで、健康も様々なことをお答えしているので、うまく、ぜひ登録していただければと思います。動画の最後に QR コード、概要欄に URL、 LINE 上でアットマークゴールドコインと打ちますと、私が発行している LINE に登録することができます。週1回ニュースレターを発行しているのと、動画が1本ついてまして、水曜と木曜日と日曜日に今 Zoom でオンラインで30分間個別相談というのをやってますので、ほとんど埋まってるんですが、たまにこうポツポツ出てくるので、ぜひ見てですね、登録していただければと思います。あと、もう全然開かないっていう人は、取りたいんですけどっていうふうに LINE 上でメッセージをいただければと思います。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。